はい、ワイドどうも恐縮です。TBSと申します。ハントというゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、このゲームどんなゲームかというと、簡単に言うとハンティングゲーム、狩りをするゲームですね。で、結構すごくシンプルで、もう銃持って獲物を探すだけで撃つだけで、ポイントが入るんですよね。で、まあ、15分間という限られた中でどれだけその獲物を獲得できるかというゲームですよね。で、一応ね、まあすごいシンプルなんで、まあ、特に得点とか多く倒したか得点とかないんですけど、あのランキング、まあ、オフラインランキングなんですけど、一応1位が5000点なんですよね。で、これ1位を5000点達成すると多分、確かトロフィー解除になるんですよね、ゴールドの。それを目指すんだったら結構シビアなプレーをしないといけないという感じですね。はい、早速、まあ、どんな感じかやっていきたいと思います。で、ロングレンジかミディアムレンジが選びます。ロングレンジはスナイパーライフルで、まあ、やっていくと。マキシマムプレクション、ちょっと意味わかんないけども、なんだっけな。まあ、ライフルの方が遠くから狙えるから獲物に近づかずに撃てるというんですけど、ミディアムレンジ、中距離だとあのアサルトライフルちょっと近づかないといけないですよね。そうすると獲物がちょっとね、気づいて逃げる場合が、率が高くなるんでね、ちょっとミディアムレンジが難しいと思うんですよね、若干。まあ慣れるとそうでもないかもしれませんけどね。まずはじゃあライフルからやっていきましょう。でね、時間帯があります。午前か、まあ昼か夜か。夜だとちょっとあの狼とか出てくるっぽいんですよね。で、昼だとあの熊が出るかもしれないという。あ、出るんだろうな。でもどこに行くか分かんないんだよな。じゃあ昼からやっていきましょうか。さあ、15分間でどれだけ獲物をゲットできるかやっていきましょう。で、主人公の移動はこのね、歩くだけ。あとエイムして撃つだけ。で、弾数は今んとこ制限ないですけど、一回やった時に、ね、弾切れ起こしたんだよな。バグかもしれないですけど。一応弾数制限はないんでね、まあ好きなだけ撃てると思います。でね、声聞こえるのかな？ちょっと声聞きながらやるか。あ、いた。早速いた。1投目。ほい。で、逃げます。で、こっちかな。あー、これ見えない。これ、また、どこへ行く？でね、獲物は多分ね、ある程度進んじゃうとね、消えちゃうんですよね。このゲームの性質上。多分消える。かな？こっち方向逃げたと思うんですけど、多分ね、いなくなってるはず。あ、いた。奥に逃げてる。あ、でもそれはリットいる。また、狙えるか、これ。惜しい、押し付け、ここだ、止まってる。そこだ。ほっ。でね、遠くに言うとやっぱりある程度打たないとダメかもしれませんね。1回ダメだ、2発ぐらい打つと。あ、いる。これいけるかな。ほっ。予測して、この辺かな。よし。でね、いくら長距離で打ってもね、特にポイントは変わらないです。普通のあの大きさだったら100ポイント。で、小型のウサギとか打つと150ポイント。で、イノシシがいるんですけど、そいつを打つと200ポイント入ります。で、クマはわかんない。クマ会ったことないんでね。なんか音がするんだよな、バン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 。どうやったらでも5000点いくんだろう。本当しきれしょうがないんだよな。頻繁に獲物に遭遇するか、クマがを倒すか。クマね、倒したことないし、会ったこともないんでね、なんとも言えないんですけどね。クマを倒す高得点かもしれません。あった方、ちょっとコメントお願いします。あちこちやっぱ移動する必要があるんじゃないですか、これね。じっと待つより。あ、いた。よし、100ポイント。あ、まだいる。どうか。あ、動かした。ちょっとあれ、しょうがないかな。あ、まだいる。また、待て。嘘でしょ。これ当てないとちょっと厳しいよ。あそこ、座ってる。待て。こっちか。待て。エイムが合わない。嘘でしょ。あ、すっかかってる。待て。落ち着け。そこだ。当たってない。後ろにいる。嘘でしょ。全然合わない。
おっと、腰打ちいただくか。下手くそすぎる。よし、一人一匹逃げてないと。この右の方か、右だろうな。奥か、奥に逃げたか。いないな。後ろか。見失った。クマってどこにいるだろうな。やっぱ木が多いとこかな。ちょっと木が多いとこ行きますか。走れないからちょっと辛い。あ、そうなんかいそうだな。キノコか。キノコってしょうがないんだよな。キノコって5000点とか行けばいいんですけどね。そうもいかないからな。あ、なんかいるぞ、奥に。奥にいそうな気配。チラッと見えただけだけど。いないな。鳥は撃てないのかな。鳥の声結構するんですけどね。撃てないのかわかんない。うわ、難しい。こうか。もうここに何かいたか。ないな。これ動物愛護団体から撃てられないかな。これ心配だな。そんなに残虐なシーンも血もそんな出ないから大丈夫だと思うんですけどね。あ、奥にいる。遠い。オッケー。クマどこよ。いや、ちょっとこっち行くか。マップが広いし、マップ地でもないんでね、ここにいるってもうないんでね、ひたすら動くしかない。こう遠く、ちょっとスコープで覗きながらね。で、ん？後ろ？高所も結構いいんですよ。見晴らし良くなるから。なんかいる。ど真ん中にいる。あ、なんだあれ。イノシシだ。200点。イノシシはいたけど、でかいな。色違いもいます。白っぽいのも。通常のイノシシの色も。通常って何色かわかんないけど。はい。あ、奥にいる。あ、岩だった。岩じゃないか。え、これ難しいんだよな。5000点ってどうやって本当に行くんだろうな。あと9分しかない。ここで探すっての結構難しいんだよな。あ、いたいた、なんかまだいる。もう一発。ちょっとイノシシは耐久力あります。もう一匹か。もう一匹撃つと、三匹倒すと、3とか、トロフィー解除だった気がします。イノシシを。でも一度で3回って出るのこれ。まあ動き回んなきゃわかんないか。全くのランダムらしいですかね、出現パターンは。運が良ければ、まだなんかいる。あ、撃ったとか。この辺いいのかな。ちょっとこの辺徘徊しますか。またいるかもしれない。あ、ウサギがいる。これ150点。かわいい。ごめんよ。ウサギ結構かわいいですよね。撃っちゃったけど。あそこにいるか。ないな。難しいんだよなぁ。あ、いやいやいや、また、もう行け、これ、トロフィー解除。おい、はい、解除。うん、出ました。トロフィー解除出ました。今度、クマだよ、クマ。クマを3頭倒すとっていう、確かトロフィー解除はあるんですけど、全然合わないんだよなぁ。何回かプレイしたんですけどね、半島は。全然、1回も出なかった。この辺かな。木が多いとこ。あ、いる。一頭いる。鹿かな。
させない。よし。なんかいる。あれだ、クマだ、来た。200点。いや、少な。クマでも200点だって。で、5000点ってじゃあどうやっていくのこれ。え、難しくない ?5000 点で。よほど頻繁に会わないとダメってことじゃないですか、これ。え、結構お気軽だけど、難しいぞ。まだいる、まだいる、なんかいる。こうやっと2000点。ここまでで9分ぐらい、あ、まだいた。9分ぐらいかかってる。一回、こっち行こう。回り込もう。難しいぞ、これ。あと3000点どうやって稼ぐんだ、これ。難しいぞ、これ。いたいたいた。あそこにいる。狙えるか。ちょっと、丘が邪魔してる。あそこ、おおこれ、びっくりした。待って、当たって。硬い。お、これがクマだ。でも、あ、これ、色違いか。びっくりした。なんか、グワーとか言うから、誰か取ったら。あ、今度誰誰君。黒いネッシーだ。こっち来なよ。よいしょ。これでやっと2500点。あと2500点ぐらいを、どうやって出すの?あ、なんかちっこいのがいる。小動物。ウサギだ。こうか。よっしゃ。2600、あと2400。え、厳しくない?これ、ガンガンクマとかイノシシが出てくるないと勝てないな。5000でいきませんね。難しいぞ、これ。この辺、うろついてみるか。なんかもしかしたらポコッと出るかもしれないんでね。待って、前見よう、前。あそこにいるからいいよ。いた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 。おいし。あと2300。あと5分で2300点稼ぐって難しいぞ、これ。5000点まで見せて長いな。よほどこう移動しまくりか発見、あ、いる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 、クマいる。そのまま動くだよ。これで取る、これも取る日解除。クマも3匹、3と倒すと取る日解除です。あとは5000点いけばランキング1位になるから、それも解除して多分全部の投票取れると思う。2000、難しいぞこれ。あ、残り4分30秒。で、あと2100点。待て、落ち着け。遠くを見渡せ。スコープ使って。あと誰よ。ここ見晴らしちょっと左が邪魔してんな、山が。ないな。これいないか。ここまで、あと4分。あと2100点。いる?いや、いないよな。いないな。音はするんだけど、行ってみるか。あ、いる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 。わ。よいしょ。あと2000点。うわ、難しい。難しい。あと3分30秒。発見率が悪いな。ここまで来ると。多分ね、ランダムでね、獲物はどんどん出てると思うんですけどね、その場所がね、ちょっと悪すぎんだよな。移動しちゃダメかもしれない。ん?石ばっか。ここいないな。こっちだな。あそこにいるのは倒れたクマ。倒れてるクマだ。あと3分。頼むよ、出てくれよ。獲物。獲物。キノコじゃない、キノコじゃダメだ。この奥か。まあ、クマがね、出てくれたのは良かったな。今まで全然出なかったから、いないんかなと思ったけど、いてくれたから良かった。おい、全然出ないぞ。これやっぱ移動しないとダメなんだろうな。こう、獲物を撃った近辺はもういないと見て。だからスコープで覗いたらもう下がんなきゃダメだったんだから多分な。そうしないと、再出現した時にね、遅れちゃうんだな、多分な。ポイントが、出現ポイントが。くそー。今回ダメだな。ね、コツはつかめてきたな。この上越えるか。走れないからちょっとね、辛いな。
シンプルだけどなかなか奥深いゲーム性でございます。1100円ですプレイステーションストアで売ってます。あ、ここいなさそう。待て、一気に行けるか。いや、山が邪魔してみ、分かんない。降りなきゃダメか。あと1分40秒。ジャンプは一応できるんだけどね。そんなにジャンプできない。あ、これいけないな。いけた。ここは結構行ってもあんま意味なかった。いないな。素敵。獲物の遭遇率悪いな。あ、いたいたいた、なんかいる。なんか埋まってる。おい、埋まりすぎだろ。おいおいおい、これダメだよ、これ。これダメだよ、これ。よし、やってた。あれはちょっとバグだな。結構バグもちょっと、いや、ちょっと多めなんでね、このゲームね。そこはちょっとまあ、目をつぶりましょう。広いんだよな、このマップは。広くて、なかなか獲物を見つけにくい。あ、いたいたいた。150点。あと1750。あ、でも結構追えるな。だから最初ロングレンジで撃った時に逃げ、ちょっと違う方向に行けばよかったんだな、その奥に行かずに。あ、まだいないな。結構追い込みかけられるな、間違いなければ。いないな、草しかいないな。ここはいないな。ここ場所悪いな、ここ。ん？なんか音がするんだよな。あれは？関係ないか。3点には50点。これランキングがね、オンラインランキングじゃないんですけど、ほら、1位が5000点。5000点をクリアしないと、トロフィーが解除できないんですよね。難しいですよね、これね。